塩酒第5弾めちゃめちゃ美味しい。これは満足だ。たまにはめちゃくちゃいいこと言うや。なにそれ。この番組はあなたの知らない八代を発掘する八代テレビです。ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。八代テレビ、塩酒第5弾。この企画はですね、八代市の飲み屋をひたすら巡って飲みまくる企画でございます。よろしくお願いします。お願いいたします。今日は英子ちゃんですね。はい、お久しぶりです。お久しぶりでございます。はしご酒は約半年ぶりになるんですけども、今日はもう土曜日ということで、大変お店には迷惑な時間帯なんですけども、うん、回りたいと思います。盛り上がってるところを撮影したいと思います。確かに。じゃあ行ってみますか。はい、レッツゴー。夏なんか思い出作った？夏友達と川行った。ハワイ？川。川行けるわけないじゃん。川。めちゃめちゃ思い出作ってきたやんって思ってしまった。ハワイ。ごめんごめん。川。川ね。タミはなんかありますか、夏の思い出は？夏の思い出は。行きましょう。はい、行きましょう。本町の四つ角からちょっと行ったところですね。はい、こちら。じゃあ、線の下ですよ。線の下ですね。線デロさんです。パン専門店ですよね。なるほどね。なんかおしゃれな感じしますよ。あ、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おお、すごい、めちゃめちゃ綺麗。センデロの田中さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。和食の高級なところでされていたみたいな。ちょっとお寿司屋さんを氷川町でやってました。氷川でされてるの？はい、八代市内でですね、居酒屋をやりたいなと前から思ってたんですね。おー、店内めちゃめちゃ綺麗ですけど。はい、今年の1月にオープンしました。あー、じゃあ半年ちょいぐらい。そうですね、センのデロだからパン専門店かなと思ったんですけど。あ、いえいえ、センベロっていうのは1000円でベロベロ飲める、安く飲める酒場という。はいはいはい。あと、いろんな味が楽しめますよという意味で1000円したという。組み合わせて。そうですね。1800円のお手軽コースが一番メイン。めちゃめちゃ安い。安い。前菜が数種と刺身と串まで全部セットだった。安くないですか、それ。あ、僕それだけでいいです。ほら、飲みに行かれる前にちょっとうちで腹ごしらえをしていって、1軒目にもうぴったりみたいな。1軒目にぴったりですね。うわ、めちゃめちゃ楽しみ。うわー、はい、ありがとうございます。喉がカラカラでございますから、皆さん、ビールはご用意できましたか。ハイボールの方もご一緒にどうぞ。ケーピー、いただきます。ナンバーです。あー、噛んじゃった。手作りで作ってるんで。全部手作り。そう、オール手作りなんで。それでほら、なんか割と原価率が低く抑えられてるので。いいよ、これはすごい。それがさっき巻いてるイカですね。どじゃー、これやばいでしょ。すごい。では早速いただきたいと思います。はい、どうやとナムルは仲良くなるのでしょうか。果たして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと面白かったです。ちょっと遅れてきたツボが。ナムルと、うん、そのゴーヤのちょっと苦さがお酒に合いそう。なるほどですね。これ美味しい。なんで食べたことないの。生クラゲでしょ。どうなのよ。うわ、これは夏にいいですね。めちゃめちゃさっぱりしてる。ちょっとなんか磯の香りもして、マジ気になってこのホルモンいきますよ。あ、お願いいたします。ビールに合いますよ。うーす、でしょうね。でしょうねだった、うん、もう言わんでもいいって、うん、マジ喋らんや、マジ飲むやつして。
お酒がこれだけ進む持つってことね。持つだけどお酒は持たないですよね。たまにはめちゃくちゃいいこと言うやん。何それ。豚バラが好きなんじゃ。はい、食べてください。速攻性があるわこれ。え、速攻性、うん、朝見てるか、はい、あんまないですね。めちゃめちゃ美味しい。嫌な後味とかないですか。そうそうそう、一難鳥。一応これで牛の方は一応セットの方は、わちょっともう食べちゃったなんか並べて取れちゃったけど日南鳥は日南って書いてあります。本当だ。イエイ。日南って書いてある。うわ、やわらかっ。これだけあります。髪は。わあ。忘れていたとは言わせない。皆さん、これこれこれですよ、この。おしゃれイカだね。おしゃれイカ。シソとキュウリと。さっぱりと夏の、うん、合いますね。バランスの良さを感じる。で最後にこう海苔の香りがファーッと広がって、楽しいですね、食べてて。そうですね、めちゃめちゃ美味しい。これが満足だ。あ、営業時間も、6時から7時までなんですけど、はい、7時でお客さんおられたら3時とかまた開けてます。え、ただ12時でお客さんが全くいなくなったら早めに閉めるわけです。後で夏に来るけんって言ってもらっても開けとけば大丈夫。うわ、めちゃめちゃいいじゃないですか。そうですね、これがですね、どどん、え、これが峠の岩清水って言って、はい、海東の方の山の上にある湧き水なんですけど、これを料理にと水割り用にこれを使って、わざわざ組みに、そうです、毎回行ってますね。え、それはだから水割りとか、あとどういった、あと、だしを取ったりとか、ご飯を炊いたりとか。あ、ご飯はこれで、これで炊いてます。え、違いますか。やっぱ臭いが出ないですね。うわ、そんなこだわってるんですね。うおー、やば、お店じゃん。すっごい後ろにこんなところがあるんですよ。本当にやばいじゃん。これはやばいでしょ。やばいよ。やばい以外なくないですか。これ盛り上がるでしょ。ここでセンベロさんからのお知らせです。ヤチロテレビを見たでアルコールの飲み放題が通常1500円のところをなんと1000円になるそうです。めちゃめちゃお得です。期間は9月いっぱいまでとなっております。めちゃめちゃお得なので、皆さんぜひこの機会にご利用されてみてはいかがでしょうか。初はですね、初がトレントですよ、はいはいはい、一口作るのに鶏3羽分いるんですよ。心臓が乗ってるんで。えぇ、ー、これじゃあ鶏3匹分になるんですよ。3羽分に。数が取れないんで、まあ、お手軽にはなかなか作れない。お任せくらいから。あ、そうなんですね。今回特別に、ね、サービスしたのも初ってことですかね。そうですね。今日いいやん、調子いい。これこれすごいすごい、やっぱ違うね。違うでしょ。歯に詰まりたみたいな。これあれにして、あの最後のやつにして。こいつ多分一番あると思う、みんな面白いと思う、面白ポイントやと思う。